久保田智之は埼玉県企郡吉見町出身の元プロ野球選手。日本プロ野球におけるシーズン最多登板数記録保持者。小学3年生から野球を始め、小学5年生秋の新チームからレギュラーになり、主に5番、保守だった。その後、自分でも活躍できるだろうと進学した奈美川高校でも保守を務めていたが、監督に投手をしたいと申し出ると、 AS と違う投げ方をするなら試合で使ってやると言われ、監督が練習中にトルネード投法で投げていたのを真似て、投手も兼任するようになった。この際に野も秀夫を参考にしたことは一切なかった。高校3年時の1998年に正捕手、4番打者、2番手投手として、第80回全国高等学校野球選手権大会に、 同好発となる出場を果たした。1回戦の対境高校戦では7回にリリーフ当番してトルネード投法を披露し、翌日のスポーツ新聞では、なメ川の大魔人、トルネード久保田という見出しがつけられた。3回戦で後に、プロでチームメイトとなる久保安友を擁する寛大一高に敗れたが、3試合で計六イニングを投げて無失点に抑えた。 高校卒業後は、当主として誘われた、常磐大学人間科学部コミュニケーション学科に、進学し、赤子進学生野球連盟所属の、同大公式野球部に所属。本格的に、当主転校して2年次から主戦となったが、地型の強さに頼った投げ方で連投できなかった。2、3年春は、リーグ最多勝ち、3年時に、東海大学との練習試合で、 急速時速 153km を計測するなど、プロから注目されるようになり、2002年春には、読売ジャイアンツのキャンプに招待選手として参加した。大学では同期の小野寺力と共に活躍したが、リーグ戦の優勝はなく、リーグ通算22勝も、全国、国際大会にも縁がなかった。同年秋のドラフト会議で阪神タイガースから50名で、指名され入団。 入団会見では自分は昔から半身ファン。ユニフォームを着られることが本当に嬉しいと発言した。一方で入団直後の新人合同自主トレーニングに体重超過で臨み、いきなり80万円の罰金を課されたが、活躍して倍以上にして取り返してやると誓った。2003年5月11日にプロ初登板。 5月24日の対ヤクルトスワローズ戦で、福原忍の球団最速記録を塗り替える、時速 156km を計測した。6月1日の対巨人戦でプロ初先発し、その後は先発と中継ぎを兼任した。最終的に26試合に登板して5勝5敗、防御率3.12の成績だった。この年チームはリーグ優勝を決めたが、その直前に故障して、 日本シリーズでは登板機会がなかった。2004年開幕当初は先発として起用されたが、打ち込まれた上に再度故障。復帰後は中継ぎで高騰していたが、ジェフ・ウィリアムスと安藤優也がアテネオ,オリンピックの代表に招集され、ジェロット・リガンも故障で離脱したことに伴い、抑え投手に転校。同年10月に看護師の女性と結婚し、 翌年9月に長女が誕生した。2005年は、ウィリアムス、藤川球児と共に JFK と呼ばれるリリーフトリオを形成。同年から開始されたセーパ交流戦では、5月18日の対セーブライオンズ戦でシーズン5セーブ目を記録。チームが優勝を決めた9月29日の対巨人戦では、同上げ投手となった。また、同年は、 自身の球団最速記録を更新する時速 157km を計測した。しかし、リリーフ投手としてはやや安定感に欠け、走者を出してはギリギリのところで抑える場面が多かった。レギュラーシーズンは5勝4敗27セーブ防御率2.12の成績で終了。日本シリーズでは1試合に登板して、打者4人と対し1アンダム失点に抑えた。 2006年開幕前の3月に開催された第一回ワールドベースボールクラシック直前に負傷した黒田博樹の代替選手として日本代表に選出され黒田がつける予定だった背番号15で選手登録された当番機会はなかったもののチームは優勝を果たしたシーズンでは5月4日の対巨人戦では同点の延長10回表から当番するとその裏の 攻撃で指揮を選んで出塁し、矢野照弘の敵自我により、本人曰く、人生初、なおかつ抑えとしては、珍しいさよならのホームを踏んだ。阪神では引き続き抑えを任されたものの序盤から、安定感に欠ける当番が続き、6月21日に、ベビーカーから落ちそうになった娘をかばった際に、右手の甲を地面に強く打ちつけて骨折し、戦線離脱。 この行動はファンのみならず、藤川など同僚からも、父親として当然の行動を投票されたが、当時の球団シニアディレクターだった、星野瀬日には自分の商売道具である手を大事にしていないと批判された。シーズン後半には復帰したものの打ち込まれる場面が目立ち、前述の怪我による長期離脱の影響もあり、5勝7敗16セーブ。 防御率3.96という成績でシーズンを終えた。2007年からは藤川が抑えに回り、久保田はセットアッパーとして起用されるようになった。先発投手陣の不振もあってシーズン通してフル回転し90試合に登板してシーズン最多登板数の NPB 記録を更新。 防御率 1.75NPB 記録のシーズン46ホールド日本新記録の55ホールドポイントを樹立。下柳剛の10勝に次ぐ、チーム2位の9勝を挙げ、リリーフ投手ながら、チーム2位、リーグ22位の108投球回を投げ、リーグ15位の101奪三振を記録するなど、プロ入り後最高の成績を残し、初タイトルとなる最優秀中継ぎ投手を獲得。 オールスターゲームにも監督推薦で初出場し7月20日の第一戦に登板して1回を三者凡退に抑え勝利投手となった2008年は2007年シーズンの登板方や延長を含め1試合で4イニング投げた影響から防御率が倍近く悪化した特にシーズン終盤は不安定な投球が度重なり大役でスコット・アッチソンがセットアッパーになった オールスターゲームにもファン投票で選出され2度目の出場を果たした。12球団最多の69試合85回1、3に登板して37ホールドポイントを上げ2年連続の最優秀中継ぎ投手となったものの、前年より安定感を変えたことがマイナスとなり12月22日の契約公開では推定1000万円の減俸となった。二千九年は、 本人の希望と新監督の眉美明信の意向もあり、先発に再転校する予定だったが、キャンプ中に肩の故障で離脱。7月16日の対中日ドラゴンズ戦で5年ぶりの、先発で1軍に復帰したが3回途中4失点で降板し、翌17日付で2軍に降格した後は1軍で、当板することなくシーズンを終えた。 2010年は再び中継ぎとして起用されたが5月に再調整のために軍に降格。復帰後は57イニングに3を投げて防御率1点台、ホイップ0点台と安定した成績を残しチーム最多の71試合登板、28ホールド34ホールドポイントを記録した。また9月2日の対横浜ベイスターズ戦では先発時代の2004年5月4日、 以来6年ぶり、リリーフ転校後では初の敵地打を打った。2011年は、絶不調でセットアッパーとしての役割を果たせず、1軍では23試合の出場にとどまり、シーズンの大半を2軍で過ごした。2012年も不調が続き、1軍に上がっても、速球の球速が時速 130km 台まで低下、かつての威力抜群の投球を披露することができない。 状態に陥りすぐに2軍へ降格。そのままシーズンを終えた。2013年は、急速が時速1 4 0トル台後半まで回復。4月23日の対中日戦で1イニング8、失点を期した後は2軍暮らしだったものの、後半戦以降は貴重な中継ぎ戦力として、返り咲いた。しかし、シーズンを通しての防御率は、 シーズン序盤の失点が響き5.57と振るわなかった。2014年は2月に右肘を手術した影響で一軍での登板はなかった。その後も肘の状態は回復せず現役選手としてやっていくのは厳しいと判断し9月になって現役引退を決断。10月3日に引退を発表し11月6日に任意引退公示された。阪神に 球団職員として引き続き在籍。2015年から2年間は主に二軍で打撃投手を務めた。2017年からは球団本部へ移動するとともに関東地区担当のプロスカウトとして活動する。2020年11月12日、阪神タイガース二軍投手コーチに就任することが発表された。高校時代よりもひねりが少ないトルネード気味のオーバースローから、 平均球速約時速1 4 8トルの速球を投げる。リリーフ時には最速時速1 5 7トルを記録した。上原浩二の公式 YouTube チャンネルに2021年7月に公開された動画で森本喜明は松坂世代で最も強い中継ぎ投手として杉内俊也と共に彼の名前を挙げている。2007年オフに シーズン90試合当番を記念して、母校の常磐大学から特別表彰を受けた際、プロ入り時に大学の卒業要件を満たしておらず、自主退学していたことを明かした。大学側は、卒業要件に関する規定を一部改定、久保田を卒業生に準じる名誉修了生として扱うことにした。正式な卒業ではないため大卒の資格は得ていない。ありがとうございます。